よしこ。心臓。よしで。君は坊主が嫌だからという理由で野球部入らない奴の大半すね行水。コテゾウ。コテゾットです。今日の企画は？今日はサムネイル占い。って感じのアウトだろこんなもん。どうも、改めましてコテゾウです。冒頭の挨拶ですが、ただやりたかっただけです。煽ったりする意図は本気でございません。この名前でそんな言い逃れが通用するのでしょうか。いやまあ世間一般ではいろいろと言われてるし、何かと物議を醸すことをやったりしてるけども、見えない部分での努力や行動は、やっぱりとてつもないんだろうなと一同が投稿者として思います。いや今のコメント完全に元ネタあるって認めたよね。まあ、そんな話はさておき。今回は、サムネイル占いなるものをやってささっと終わる動画である。いやサムネイル占いって何ぞですか。まあ、見りゃわかる。ってやつだ。なんか YouTube ショートでたまーにあるやつじゃないですか。ちなみに占い結果だが、京都大学のネタが出た君。君は今日死にます。いや占い結果エグすぎん。続いて下ネタ系統が出た君。もう今日死にます。ただのクソゲーじゃねえか。そして超激レアの兄弟でも下ネタでもないのが出た君。はものすごい幸運だけど死にます。もはや誰もが予想できた展開やないか。もちろん、まだまだ行きたいという人もいるだろうけど。この戦いが終わったら結婚式と妹のピアノの発表会があって殺人鬼と同じ部屋で眠れないからここは俺に任せて先に行け。というレベルで確定した未来なので諦めてください。死亡フラグの欲張りセットやめて。というわけで完全に思いつきで作った動画はオチもなくここで終わりだ。じゃあな。ガバガバでごめんなさい。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。